経営者だったり、の上の役員とかっていうのも、あんまりその新しいことを学んだりする必要ないよねっていう、まあ、国にもよると思うんですけど、例えばそのアメリカとかで、じゃあ、創業者がすげえ大金持ちになりましたってなったときって、自分が社長をやる必要ないよね、CEO をやる必要ないよねっていうので、役員を退いて、陰性を引くっていうのをやるんですけど、日本の場合って、創業者がその70歳とか80歳とかでもずっと社長をやり続けちゃうんですね。 で、体力的にはもう70とか80の人がやるより、優秀な人に任せて利益を上げるような構造にして、自分は株主でいいじゃんっていうふうに割と日本の人は、あの、そのアメリカの人とかは割と、ヨーロッパの人とかになりがちなんですけど、まあ引退して、引退した後の人生の方がいいよねなんですけど、日本の場合はその、引退した後の人生の過ごし方というのを知らない人が多いので、大会社の社長というのを辞めてしまうと、ただのおじいちゃんになってしまうので、 家で何していいか分かんないし、ただのおじいちゃんとして扱われるのは嫌なので、会社の中に続けたがるっていうのがあるんですよね。今その悪い言い方をしたんですけど、分かりやすい言い方をすると、あの、役に立ちたいという呪いというタイプにしたんですけど、働くことで社会にとって自分が有益である、社会にとって必要な人間であると思い込みたいというのが、 その会社の社長から、会社の,かそのなんか役員からもそうだしで、役員でもない一般の社員もそう思ってたりするんですよね。要はそのあの仕事って何のためにやるのって、金儲けるためにやるわけで、別に金儲かんないんだったら、じゃあその仕事やる必要ないよねっていうふうに考える人って割と多いんですよ、キリスト教の考え方だと。要は仕事というのはあくまでその罪を償うためにやってることで、別にやる必要ないんだったらやらなくてもいいよね。 なので、その、毎日楽しいよね、とか、酒飲んでダラダラすればいいじゃんってなるんですけど、日本の場合は、その、役に立つ人でない限りは、生きる価値がないみたいなのを結構思いがちで、なので、その、本当には役に立ってないんだけど、まあ、その仕事を辞めないから仕方なくその仕事に位置づける人っていうのに、給料を払わなければいけないみたいなのがあって、会社の生産性めっちゃ低いよね、みたいな話をちょろっと今日のアベプラでも話をしてました。はい。